リヒャルト・フランクはドイツのピアニスト、作曲家。ケルンで作曲家のエドワルト・フランクとピアニストのトニー・フランクの間に生まれた。ベルリンのギムナジウムを卒業後、シュテルン音楽院に入学した。フェリックス・メンデルスゾーンの弟子であり、良質な教育の価値を心得ていた父のエドワルトによって、ライプツィヒ音楽院へと送り出され、 当時を代表する教員の二人であるカール・ライネッケとザー・ロモニア・ーダス・ゾーンのほか、ビルヘルムルスト、エルンスト・フェルディナント・ベンゼル、アルフレート・リヒターに支持した。その後大学に進学して哲学を収め、1880年にスイスのバーゼルでハンス・フーバーが経営する音楽学校の教員となり、次にベルリンのテオドール・クラクの音楽院、続いてマクデブルクで働いた。 その後バーゼルへと戻り、教員、指揮者、作曲家として活動。1903年からはカッセルでプロイセン王国の音楽監督を務め、1910年から1938年にはハイデルベルクの音楽院の教授職に就いていた。ハイデルベルクで没した。同時代の音楽家の中では第一人者にはなれなかったものの、それでも演奏家及び作曲家として、 尊敬を集めていた。彼の保守的な作風は、ライネッケやフーバーの影響によるものである。彼の作品やピアノ演奏をよく知る、批評からは、彼に対しておしょみない賛辞を送った。例えば、水音楽ジャーナルが見には、彼のピアノ30奏曲第1番作品20に対して、以下のような表が掲載された。力強く、雄大な響きによる勢いは、多くの作品。 特にピアノ30奏曲作品20に現れている。この作品は堂々たる重要な作品で発想は新鮮であり、かつ展開は堅固で揺るぎなく表現には円熟が感じられる。フランクは小規模、大規模な作品のいずれも作曲した。作品の多くはピアノ独奏用のものであるがかなりの数の室内楽曲と他にも 管弦楽曲や声楽曲も残している。1895年に、ルゼルンで指揮者のウィレム・ベンゲルベルクが初演した、助曲ウェリン・デ・ミアーズ・ウント・デ・アリーベ作品21は、大きな成功を収めた。彼の作品の特徴は、繊細な旋律線、火星的変化と、必要な対応法の仕様にある。古典的な楽曲形式に依拠しつつも、ロマン派から続く。 近代を音楽を思わせる作風である。第一次世界大戦後には、エドバルド・グリーグやマックス・レイガーの火星法に興味を示したフランクは、レイガー同様に過去の音楽とみなされるようになった。長年彼と彼の作品は忘れられていたが、近年では再発見と復活の機運が高まっている。ピアノ三重奏曲、ピアノ四重奏曲と四つのソナタがアウディーテレーベルに録音されており、 還元楽曲選手がスターリングレコードからリリースされている。2007年の初めには室内楽曲の専門家である RHR シルバートラストが創設したアメリカの室内楽曲専門の楽譜出版社であるエディションシルバートラストが彼の室内楽曲集シリーズの第一弾としてピアノ30奏曲作品20を刊行した。 ライプツヒノプフェファーコーンムジークフェアラークからは決定版の楽譜が出版予定である。ありがとうございます。